キューマ。え、やばい、垂れた。キューマとか食べてないじゃん。それうん、うまっ。うまい、うまいよ、この店。垂れてる、垂れてる。あ、グー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 、人生満喫できる。こんな感じだった。近くないんです。知りたい。夏がやってきた。おいしい。おいしい。あそこの焼き鳥屋の名前絶対覚えとこう。辻で起きたら行く。なんでだっけ。なんだった。わかんない。なんか人かよ、みんな。美味しかったね、でも。おいおい、落ちてる、落ちてる。近い近い。今日は何しました。今日は横浜の中華街に行きました。そしてかき氷、マンゴーかき氷と何ちゃんだった、ドーファー。どっちが美味しかったですか。かき氷。圧勝。圧勝。違いましたよね。美味しいアイスあったよね、うん、アイスクリームがめちゃくちゃ美味しかった。アイスクリーム、うん、アイスクリームじゃない、かき氷ですよね。かき氷の中に入っているアイスクリームが美味しかった。そこ。バニラアイスクリーム。そこ。かき氷じゃなくて。かき氷入ってたの。かき氷下に入ってましたよ。入ってました。マジで食べたんじゃん。俺マンゴーシェーブなんちゃらよくわかんないよ。やばい、いい感じになってますね。で、それから、お、それから今、ムーチョアルハっていうビール飲んでます。どれですか、どれですか。あ、これ、はい、ハワイアンペールエール。いいですね。めちゃくちゃ美味しいです。今、湘南の辻堂ってとこに来てます、はい、今から海に行きます。行くぜ行くぜ。楽しいぜ。なんかお腹入ってる。シャー、オッケー、レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。